お兄ちゃん、治安局からメッセージ来てたやつ読んだ？ちょっとは時代を考えてほしいよね。営業ライセンスの更新くらいでわざわざ治安局まで行かなきゃいけないなんて。それならさっさと行って帰ってこよう。だね。取り扱ってる最寄りの文書はルミナ文書だってさ。さ、行こう。久しぶりね、パールマンさん。弁護士か？そっちが希望した面会だろうが。どれだけ待ったと思っ。
ジュエンよ、新たな報告が。これは失敬。続けたまえ、主演班長。はっ。今回の作戦目標は山地氏組、荒ごとにたけもっぱら暴力犯罪に関与している武装集団です。リーダーはレイザー、自身の戦闘力と狡猾さで血の気が多く、攻撃的な構成員を多数取り込んでいます。特に警戒を要するのがこのジェーンという新顔。彼女は直近において山地氏組の犯罪計画で幾度も重要な役割を果たしており、急速に組織内で頭角を現しつつあります。彼らが本作戦の目標です。まずは少数の精鋭部隊による突撃をもって組織の中心メンバーを叩き、山地氏組の弱体化を図ります。班長、俺質問が。どうぞ。山地氏組は荒ごとに長けてるとのことでしたが、命知らずの集まりとはいえ、その辺の強盗とそう変わらない連中ですよね。治安局として特別の警戒がいるほどでしょうか。中心メンバーを叩いていくより直接アジトを壊滅させてしまった方がいいんじゃないでしょうか。それはそうしたくともできないからだよ。少なくとも今はな。セス巡査、君の理屈も間違いじゃない。山獅子だろうとなんだろうと、治安局の前ではたてがみの長い大きな猫だ。恐るるに足らんよ。奴らの真に厄介なところはな、消えるんだよ。消える？うん。この無法者どもは犯罪のたびにホローを通って治安局の手から逃れ、跡形もなく姿を消す。我々は全面的な捜査を繰り返し行ってきた。奴らが活動しているとおぼしきホローエリアに対して組織を挙げたローラー作戦まで展開してな。惜しいかな、その全てはドローに終わっているが、君の報告遺憾ではそれも今日までだ。陳意治安官、バイロン長官殿にご報告申し上げる。情報部の誘導によりラマニアンホロー旧工事エリアで山獅子組のお尋ね者どもを捕捉したとのこと。突撃作戦を実行するならば今こそ好機ではなかろうか。わかった。我々はこの作戦に多大な時間と資源を費やした。主演班長、君はこの意味がわかるな。はい長官、存じております。よろしい。本作戦は君の班にかかっている。必ず成功させてくれたまえ。いいな。必ずや。コードネームデコイ。これより開始します。
こいだよ。くそ、なんだってジャンベルは。直ちに降参しなさい。セスク、強制退去。了解。邪魔だ。前方に山地組の構成員確保。任せてください班長。チェイン先輩、班長避けるんだ。配置についた。がっかりさせません、班長。何故2階で止まったのであろうか。3階へはロックの解除が必要と。カードキーを探しましょう。見よ、なんとも粗雑なバリケードのつもりであろうか。この程度その場しのぎにもなりません。セス君、任せてください。壊すのが一番得意ですから。どっち、ね、着きました。前方山地氏組の精鋭、総員慎重に。面白い、存分に教えおこうとしよう。なぎ倒してやる。ゴキ、俺がやる。武装解除。邪魔だ。こんな犯罪を許しはしない。なんとも恐ろしくあるな。牢屋で反省するんだな。チャンス。警戒してください。止まりなさい。班長、奴らカードキーは持ってませんでした。かように奥まった場所、鍵があるとすればここであろう。こんなものまで。対処してデータを回収しましょう。
お前には黙秘権がある。手を上げなさい。うむ、権限を見つけたら直ちにダウンロードするがよい。よし、エレベーターに乗って上へ。俺の番だ。班長、こっちにまだ山寿司組の連中だ。正義の裁きを受けさせる。避けるんだ。そう熱くなるでない。今すぐ死を繋いでようだ。ヘイナッハッヘイ。この先に人の気配が。待ち伏せに警戒を。真打ち登場であるな。警戒、二次の方向。上か。あやつが、こたびの標的。はい。神妙にしろ。いじられる準備はできてる？お前には黙秘権がある。ジタバタするでない。正義は欠席しろ。あなたたちは囲まれている。油断した。あなたを逮捕する。ほら、出会わせていこう。やばっ。やつらただもんじゃねえぞ。撤退だ、撤退。そうはさせぬ。どこ見てんだ。何が山寿司組だ。ネズミみたいにチョコバカと恥をせ。だってつまんないんだもの。正攻法ばっかであくびが出ちゃう。正面から任すのがいいんだろ。大っ嫌いなんだよ、そのズルしようって魂胆が。そう、あたいはあいにくズルが大好きなの。ああ、だからむやみに動きたくなかったんだ。見ろ、
迷子になってしまった。捕まえろ。これはエーテル物質、気をつけ。足手まといになるだけだわ。治安局もいるのよ。余計なことせず引けましょう。待ちやがれ。誰だ、来るな。市民に手を出すな。話してやれ。話せだなら、お前が変わるってなってどうだ。よし、即決だな。どうだ、役に立ったろ。知ったな。隊形医師、警戒を。司令班長、市民は3名、外傷なし。山獅子どもがおらぬ。バイロン長官の申した通り、またしても。待って、セス君は。はい、現場にいたジェーン以外の親衛隊は拘束済みです。ですが突如現れた市民のうち2名とセス巡査の行方が分かりません。証言では山獅子組の捕虜になった可能性もあると。了解しました。はい、前半装備を整えて待機、命令を待ちます。長官殿の指示はいかなるものであった。こたびの失敗に対する我らの処分は、採用か。言わずともよい、ついにこの日が来たというだけのこと。机のものを段ボールに詰め装備を返却するとしよう。うむ、入局祝いの湯飲みは持っていてもよいであろうか。待ってください。先輩が想像しているような状況ではないですよ。作戦は失敗してなどいないんですから。哀れな終焉位をよほど答えたと見える。ジェーンとやらも含め山獅子組の親衛隊どもを逃してしまったのであろう。これを失敗と言わず何という。何、主は十分尽力したではないか。違いますってば。頭を撫でないでください。私の気は確かですよ。本当に作戦は順調なんです。少なくとも半分は。本来は全てが終わってから明かすはずだったんですが。先輩、山獅子組の突起事項は覚えてますか。隠れるのが得意で、フォロー内にある未知のルートを使い私たちの追跡を何度も逃れてきました。アジトの発見も困難を極め、根絶が難しい。しかりこの盗人どもは山の獅子などと名乗っておるが、その実は穴蔵のネズミではないか。今からでも遅くない。狩猟をネズミにすげ替えるべきであるな。それですよ先輩、さすがですね。実はもう分かっていたんですか。うむ、全く理解しておらなんだが、褒めてくれる分には一向に構わぬぞ。あれ、先輩が今言ったことですが、実はそれこそ上層部が長い間準備してきた正真正銘の作戦なんです。彼らのリーダーをネズミにすげ替える。
ふむ、ジェーン・ドゥ、治安局犯罪行動課外部顧問とな。こやつはこちら側の人間であると。はい、ジェーンはずっと私たち治安局の協力対象であり、今回も内密に連携しています。彼女こそがネズミ、本作戦におけるデコイです。山地氏組内部に潜入したジェンが組織の信頼を勝ち取り、上層部に取り入ることで彼らのアジトを明らかにする。これが本作戦の真の狙いなんです。大胆不敵な、とはいえ功を奏したようであるな。セス亡命、真面目が行き過ぎて融通が効かぬと思っていたが、あれでなかなか芝居上手だったというわけか。我は誠に捕らえられたとばかり。ほっほっほっ。コホン、主演よ、ここは共に交渉すべきところであろう。何故一層顔を青くしておるのだ。先輩、私は確かに作戦は順調だと言いました。少なくとも半分はとも。もう半分というのはセス君なんです。彼も巻き込まれた市民も意図してのことではありません。つまり彼らは本当に山地氏組に捕まってしまったんです。感覚でノックされないと開けちゃいけない掟だ。死んだらしてんじゃねえぞてめえ、今日来たばかりの新人か。ああ、ここってバレーツインズのフォローエリア。ご明察で、ジェーンの姉子は初めてでやしたね。ここは中継地点の一つ、アッシラのホーム、獅子のねぐらの最寄りでさ。ま、起きてじゃあボスがいいと言わない限り使っちゃいけないんですがね。そうだ。だから、ここを使うなら、ボスの許可が必要で。この俺を疑ってんのか？一体何様だ、てめえは！では、俺様ならどうだ？へい！うわ、ボス！あれは山獅子レイザー。中継地点の掟、門番の掟、山獅子組の掟、どれも俺様が決めたものだ。
掟は守るためにある。貴様らはそうは思っていないようだがな、なぜだ。ボス、俺たちは私たち治安局に待ち伏せされたの。あっという間に囲まれてさ、突然だったからもう大混乱。急いでここへ撤退しなかったらまだ何人かはあそこにいたかもしれないわね。ほう、そうですぜボス、俺たち治安官をとっ捕まえたんです。ほら、貴様がやったのか。それはジェーンが。ボス、またまたジェーンの姉子のお手柄でさ、姉子が煙を焚いて治安官を足止めしてくれたんです。あっしらが脱出できたのもそのおかげってわけで。約束を守らなかったな、汚い連中め。捕まえたわけじゃないわ。このおバカさんは市民の身代わりに自分から人質になると言ったの。お人よしよね。よくやったジェーン。その時が来たら貴様は正規の親衛隊になれるだろう。おお、いいか、治安局の愚か者どもはまだ諦めないだろう。奴らの計画を調べる必要がある。貴様らはひとまずここで目立たないようにしてろ。安全にアジトに戻れるよう後で人をやる。いいな。
抜けられないんだ、こんな結束バンドごとき。力を無駄遣いしない方がいいわよ。あんたここに来る途中でチクッとされたでしょ。あれ筋弛緩剤だから、今みたいに立っているだけ十分すごいわ。筋弛緩剤だと、道理で力が入らないはずだ。罪のない市民に危険な五金製の品を使うなんて本当に最低な奴らだな。あら残念だけど、全員が撃ってもらえたわけじゃないの。あんただけの特別待遇。何？くそ、卑劣な真似を。普通の人は結束バンドを五と木なんて言わないのよ。卑劣じゃなくて分別と言ってほしいわね。お前は頭も良くて実力もあるのに、どうして真っ当な道を歩まない。なんでギャングの仲間なんかやってるんだ。あたいをまるっきり知らないってわけでもないのね。当然だ、お前のファイルには全て目を通した。ジェーン・ドゥ、最近山獅子組に加入し、優れた手腕と頭脳で組織内での地位を高めてる。今では親衛隊クラスの中心的メンバーだ。それからファイルを見る限り、お前は典型的なギャングだ。狡猾で残忍、その上卑劣で手段を選ばないけど、それだけじゃないことも知ってる。お前にはいいところもたくさんあるはずだ。だよな。あたいに聞いてどうするの。とりあえずそう仮定する。俺はそう信じてる。それに山獅子組の他の奴らと違って、お前にはまだ善良なところが残ってる。残ってるよな。とにかくジェーン、お前はまだ選べる。真っ当な道に戻るチャンスがあるんだ。まだ遅くない。協力してくれるなら、俺の個人的な信用を担保に治安局には酌量の余地を認めさせる。その上で公正な裁判を行うと約束しよう。これでどうだ。あんたセスよね。ん？そうだ、それが俺の名前だ。それが何か関係あるのか。ちょっと奥に座ってるお嬢ちゃん、あんたよ、背中に何を隠してるの。私は何も隠してなんか。勘違いしないで、交渉の価値がある人質は治安官だけ。あんたたちがちょっとお手手足をなくしたところで誰も心が痛まないんだから。さ、何を隠したの。待ってくれジェーン、急にどうしたんだ。フォローで犠牲になった人の体で
まずネズミにつつかれるのは目だって言うわよね。お嬢ちゃん、あんたの目は綺麗だから、きっとネズミたちが大喜びするわ。私は何も、本当に。これが最後よ。一体何を隠した？水だ！飲み水だよ！連行されてる道中、残しておいたんだ。俺がそうさせた。攻めるなら俺を攻めろ。セス治安官、優れたエーテル適性と身体的素質があり、腕も立つ。正直で善良、忍耐に秀でる。何が言いたいんだ？俺のことを知ってるのか？ちっとも知らないわ。けどあんたの長所は分かりやすくて、悪い人が喜びそうなものばっかり。正直だから嘘がつけない、善良だからすぐ人を信じる、忍耐があるから簡単には壊れない。あんたと協力することにあたいは希望を見出せないわ。だからもう小細工はやめて、おとなしくて利口な人質になることね。だってここで善良なところが残ってるのはあたいだけなんでしょ。こいつ見張りはどこ？ここへ来て。ジェーンの姉御、お呼びですかい？人質をよーく見張ってて、待遇は掟の通りよ。それとこちらの治安官さんには3倍のお水を差し上げてちょうだい。彼が飲みきるまで他の人質には一滴も飲ませちゃダメよ。なんだと？ほら、水が大好きなんでしょ？たっぷり飲ませてあげるわね。
査を始めようかしら。目標はあそこね。調子いいわ。他のエリアも探してみようかしら。高出力の警備用レーザー、無理せず回り道した方がいいわね。真新しい箱だわ。きっとギャングのものね。防犯扉だらけだわ。役に立つものがあるかもしれないわね。そう簡単にはいけないな。まっさらな権限カード、ラッキーね。試してみましょう。開けてみましょう。このまま先へ進めそうね。
言いたくないわよ。このまま先へ進めそうね。制御端末、情報があるかもしれないわね。確かめましょう。やっぱりそう簡単にはいかないわな。このまま先へ進めそうね。この先の道は行き止まりだったエリアの裏に通じてるわ。よっ、はっ、はっ、気に入った。しゃっ、ダン。このまま先へ進めそうな。回り道成功ね。調査を始めましょう。
このまま先へ進めそうね。いいわ、開けてみましょう。また仕掛けがあるわ。迂回した方が良さそう。これが最後のドアであることを祈るわ。痛くないわよ。やっとここまで来れたわね。獅子のねぐらの手がかり、何か見つかるといいけど。
ってくれたよ。あの治安官のお姉さん、更新手続きはすぐだって言ってたのに、結局夜になっちゃった。お腹すいたな。手続きが終わってからもルミナスクエアを延々とぶらついていたのは誰だい？こんな時間になってしまったのは治安局のせいじゃないと思うな。あ、お兄ちゃん治安局びいきだ。そりゃちょっとだけブラブラしたけど、そもそものきっかけは治安局に呼びつけられたからでしょ。ほらビデオ屋の方はおかげで何もできなかったし。だからそれもさっさと帰っていれば。分かったからつねらないでくれ。リンもお腹が減っているだろ。戻って店内を一通りチェックしたらご飯を食べに行こう。誰かさんの町遊びで店を開けられなかった分、何を食べるかは僕が決めるべきだな。そんなのあり？お兄ちゃんどうせまたラーメンじゃん。そうだ、賭けをしよう。ビデオ屋の前でお客さんを待たせてなかったらセーフってことで。そしたら私が決めるの。あら、ごめんなお嬢ちゃん、今日はラーメンを食べてもらうことになりそうだわ。どちら様？二人はこのビデオ屋の店長さんよね。あたい映画を借りたいの。なるほど、山にまつわるホラー映画ですか。そのキーワードだけだと。ごめんね、タイトルを聞いた時すっかり上の空だったの。やっぱり難しいかしら。探しがいはありますね。ただそれだけでなく、今日はもう看板を下ろしていまして、レジを開けたり会員の手続きなんかをするのは。あら、そうなの？店長さんを困らせちゃうのはちょっとね。映像を専門にしてる他のお店にかけてみようかしら。よかったわね、お嬢ちゃん。あたいはまだお客さんとまではいかないから、今夜はラーメン以外の選択肢もあるわよ。いえ、待ってください。わざわざうちに来てくれたんですから、やはりその誠意に報いる努力はすべきですね。あら、本当？あたいのためにわざわざレジを開けてくれるのかしら。とりあえず何かに書きつけておけばいいですから、大丈夫ですよ。お兄ちゃん、今頭ん中でそろばん弾いたでしょ。さて、何のことやら。僕はただランダムプレイが映像を扱う店として、ここに並ぶ専門店なんて存在しないと証明したいんだ。というわけでお客さん、この映画を見たがっているご友人について教えてくれませんか。度胸はある方かとか。度胸ね。あるふりをしてるけど口先だけね。実際に何かしようってほど肝は据わってないし、なんだかんだと言い訳するのが得意なの。ホラー好きとしては入門レベルだね。お兄ちゃんと同じくらい？あ、最近入荷したホラーの中からお兄ちゃんが見れるやつで絞ってみたら？あのね、リン、僕を変な基準にしないでくれ。これでもビデオ屋の経営者だ。
いざとなればプロ根性で全部見るとも。へえ、じゃあ今日晩ご飯食べたらホラー映画鑑賞マラソンね。まああえて言うなら静寂の谷とザ・ビッグホロー、それにポッターヒルの3本なら見れなくも。うんうん、静寂の谷は聞いたことあるわ。あたいの友達が探してるのとはちょっと違うかもだけど。そうなの？まあ山じゃなくて谷だしね。ザ・ビッグホローは山って感じのシーンはちょっとしかないし、そこ自体はホラーでもなんでもないから、残るはポッターヒルだね。寒風吹き荒れる山で凶暴極悪なチェーンソー怪人がバックパッカーに魔の手を伸ばす。刺激強めのアクションシーン、飛び散る血しぶき、大体どのシーンにも取れちゃった手足とお腹の中身が映ってるよ。今夜は野菜ラーメンにしよう。その感じだとポッターヒルで間違いなさそうね。店長さんたちどうもありがとう。すっごく助かっちゃった。あんたたちのことは忘れないわ。あ、待ってください、お客さん。お釣りはいらないから、妹さんに甘いものでも買ってあげてちょうだい。あたいのおごり。またね。うわ、あのネズミのお姉さん颯爽としてたね。憧れちゃう。まだ帳簿に名前を書いてないと言いたかったんだけれど。